もうしまいにしようか。そこや、女神を感謝いたします。もうしまいにしようか。我が主と義のために。やっ、哀れなる魂よ。そこや、無駄です。哀れなる魂よ、どうか安らかに。無駄です。行くぞ。そこや、これが真の実力や。ここは王立競技場グランアリーナってところやな。武術大会や各種イベントなんかが開かれる場所って聞いたけど。去年の武術大会ではジン殿やエステル君たちがこの場所で優勝したんだ。今年はいろいろあってまだ開催されていないがね。へえ、そうやったんですか。いずれにせよ何かが潜んでいそうな気配です。中を調べるなら気をつけた方がいいかと。うん、そやな。
アリーナに出たか。こういう時のお約束やと、対戦相手がババーンと出てきて。うわ、ケビン、偶然偶然、俺のせいやないってば。パク、誰の仕業か知らんけど、あまりにお約束すぎるやろ。話は後だ。来るぞ。もうしまいにしようか。女神を感謝いたします。連戦か。上等。もうしまいにしようか。無駄です。女神を感謝いたします。しつこいわ。しかもかなりの大物みたい。これは甲冑の陣馬兵。エステルちゃんたちが学園の地下で倒したとかいうからくりと同類みたいやな。まあいい、どうやらこいつでラストみたいや。ぶちのめして優勝したるわ。
が前例をもって無双を続けます。魔女検証。行くぞ。今助けた。今助けた。哀れなる魂よ、どうか安らかに。
ひょっとしてそれが優勝商品とか？そうみたいやな。律儀っちゅうか様式美にこだわるっちゅうか。誰の仕掛けかは知らんが、ご苦労なことだ。さてと、これで5個目の封印石や。一旦拠点に戻って中の人を解放するとしますか。ああ、そうしよう。彼まで取り込まれていたとは。真打ち登場といったところですね。やっぱり知り合い？その通りや。一言で言うと黒髪の王子様ってとこかな。エッセル、一旦床に伏せて。よしお兄ちゃん。ジョゼット、それにティータまで。夢、いや合成現実の一種か。その可能性に思い至るのはさすがやね。残念やけど、これは夢でも幻でもないで。ケビンさん、ユリアさんに、ミュラー少佐も。一体これはどういう状況なんですか？さすがに今の説明だけでは納得できへんかな。いえ、その逆です。現実の可能性も考えましたが、それだとそちらの方の存在が説明できなくなりますから。私の？はい、失礼ですが、騎士団の方とお見受けしますが。わかりますか？ええ、ケビンさんの連れで宝剣を下げているとなれば。僕の名はヨシュア、ヨシュアブライトと言います。聖杯の獣騎士リース・アルジェントです。どうやら我々の世界に馴染みのある方のようですね。ちょっとヨシュア、どうしてその女がいるのが幻じゃないって証明になるのさ。この僕を差し置いて。そういえばそのバイザーは初めて見るかな。よく似合ってるけど、前に言っていた運送業の？おかげさまで結構繁盛させてもらってるよ。じゃなくて、僕が本物なんて見ればすぐにわかるだろ。現実の場合、登場するのは知り合いであることが多いんだ。対象者が持つ知識やイメージを誘導し操作する技術だからね。その点、そちらのリースさんは僕にとって完全に初対面。それでいて十分すぎるほど複雑性のある背景を持っている。そういう人がいる時点で現実にかかっている可能性は低いと判断できるんだ。わかったような、わからないような。要するにそれって、僕のことはよく知ってるから
逆に証明にはならないってこと？うん、まあそういう風にも言えるかな。ならばよし。あの、ヨシワお兄ちゃん、本当にお久しぶりです。うん、ティータこそ元気そうで何よりだよ。半年ぶりかな。少し背も伸びたみたいだね。でもまさか君まで巻き込まれているなんて。さすがにびっくりしただろ。ような気分かも。あ、そうだ、ヨシお兄ちゃん、そのわからない。でも僕と一緒に白い光に巻き込まれたのは確かだと思う。この影の国という場所に取り込まれた可能性は高そうだ。していたの？最近までエレボニアにいたのは手紙で教えてもらったけど。うん、今はちょっとクロスベルっていう場所にね。帝国と共和国の中間にある小さな自治州なんだけど。僕たちの山猫号もちょうどそのあたりの上空を飛んでいたんだけど。本当かい？うん、何か関係があるのかな。強いて言うならリベールからの距離だろう。自分たちも国境に一番近いパルム市に滞在していたからな。そうだったんですか。ケビン神父、仮にこの事態が何か強大な古代異物によって引き起こされたと仮定して、これほど広範囲にまで影響が及ぶことがあるものだろうか。いや、さすがに無理やと思います。強いて言うなら輝く輪の動力停止現象くらいですか。あれは帝国南部まで影響を及ぼしたそうですし。なるほどな。そうすると七四方に匹敵する力が必要になるというわけか。考えてみれば輝く輪はどこかに消えてしまったはず。ひょっとして。確かにその可能性はあるでしょう。ですがそれだけでは説明できへんことがあまりに多すぎるのも確かです。敵、そして異界化した王とか。加えて悪魔の実体化や属性の影響の変化などもあります。そのあたりが説明できるまで結論は急がない方がいいかと。確かに。しかしそうなると、まずは異界化した王都の謎を解明するのが先決のようですね。ああ、その通りや。エステルちゃんのことが心配やとは思うけど、君も協力してもらえるかな。もとよりそのつもりです。みんなが巻き込まれている以上、人ごとではいられませんし、何よりエステルを探すにはケビンさんたちに協力するのが一番の近道のようですから。ヨシワお兄ちゃん、ま、仕方ないか。よっしゃ、改めてよろしく頼むで。準備を整えたら再びオートに向かいましょう。ヨシュアさんが解放されたことで何か変化があったかもしれません。
了解しました。行くよ。何時揺るがざる巨漢の剣士我が元に引き連れよう。